つは想像以上ね。今からこいつを相手にするなんて、冗談としても三流じゃない。相手にとって不足なしってやつ。銀河を壊せるクソ親父の次は太陽と戦えってか。上等だ。やってやろうじゃねえか。どこからその自信が湧いてくんのよ。いくら不死の魔法使いでも、英語の炎に焼かれたら死より辛い敗北が待ってるのよ。ふん、あいにくと負けるつもりで喧嘩に挑んだことなんざ生まれてこの方一度もないんでね。ほんと頼もしすぎる強敵だったわよ。吉野玲治、あなたと共に戦えるってだけで不思議と無茶じゃないような気さえしてくるわ。当然だろ。何せこっちはアマテラスさんが味方なんだからね。ひどい皮肉よね。太陽の神と名付けられた私が太陽に喧嘩売ろうだなんて。頼りにしてるぜ、お前の力もな。ええ、あなたが燃え尽きないように私が限界までエネルギーをルーンに変えてあげるわ。けど私の奇跡にだって限界はあるんだから、あまり過信しないでよね。そうだな、俺のせいでそいつは壊れかけだろうし。ええ、太陽の神である私に勝ったあなたなら本物の太陽にだってきっと勝てるわ。そうまで期待されじゃ答えてやらねえとな。それにしてもあんた仕事だからいいかもしれねえけどさ、ただの一学生の俺としては夏季休校のレポートなんかで忙しい身なんだぜ。この年にもなって自由研究のレポートなんざどうすりゃいいか悩んでたんだが、やっと決まったぜ。俺のレポートは、黒くなっちまった太陽が元に戻るまでの太陽観察日記なんてどうだ。いいねそれ、世界を救った英雄さんらしい最高のレポートじゃない。はあ、ってわけで、それじゃあいっちょ、俺のレポートのために世界でも救ってくるとしようぜ。当然だ、あんな雑魚どもはわしに任せ。おぬしが
らは先へ行け。光は未来へ向けまっすぐに進むものだ。その心を引こうとする者はわしらのような過去を生きた者らが相手をしてやる。クルアクテス・イグニッション。だから貴様ら、過去を振り向く。そんな鉄道の前にしてその胸を張り、がむしゃらに突き進め。失敗を描くな、敗北を思うな。ただ愚直に成功へ向けて駆けていけ。また前例にて守ってみせる。これより一番強い力を知っているか。そして貴様ら絶望の村などではない。刃にて守って神聖を誇り高く輝きこそ我らが目指す真の正義、その光そのものなのだからな。吉野、ここは私たち二人に任せて先へ進んで。の大丈夫、一家でしょ、任せて。新たな道と、いつだってお主たちのような若き者が切り開いている。開いた道を途切れぬよう、その思いを継ぎ、同じもない荒野だろうと知りつつ、あお邪魔する障害があるのならば、私たち老兵が取り払ってみせよう。だから、私たちを信じて突き進んで、吉野君。道は、私と先生、必ず作ってみせるから。ああ、分かった。頼りにしてます、ファウストさん。行きます、先生。君のタイミングでやった。私の顔。
子ちゃん、あれしよう。きなこ、破れるだろうぜ。おいおい、君はまだ大事な役目が残っているんだろ。だからこそ魔力を温存しに行く。違う。それに僕にはもう一人のライバルがいるんだ。彼が共に戦ってくれるのだ。これほど頼もしい仲間はいないよ。そういうことさ。次は必ず僕に勝つ。けど今は一時休戦だ。クリアクセスイグニッション、さあ行くんだレイジ。ここは僕たちが必ず突破口を開いてみせるさ。二人の雷神の力でね。ここは僕たちに任せてもらう。早く行ってこい。雷神の力受けてみろ。
あんなでかくて速いやつをかわすなんて。クカちゃん見たぜ。ヒーローチームは遅れて登場するもんや。桐崎、確かにこいつは素早いな。ならその時間を止めてしまえばいいだけのことだ。ユリネ、行け。ミコト、私たちの仲間が世界を滅ぼしてしまうというのなら、そっちを頼むよ。同じ正義を誓った仲間であるお前の役目だ。うん、今の私にこの二人を止められる力は残ってないかもしれない。でも私たちの思いは必ずあいつに届けてみせるから。さあ、そうと決まったら早行くんや。こうして時を止めていられるのもそう長くはないで。本に来るぜ、桐崎。かしやぞ、よしや。明日の昼飯、おごってもらう。ああ、任せな。ロビキーのご馳走を食わしてやるよ。そいつは楽しみや。フルアクセスイグニッション。ほな、行くで、姉ちゃん。こいつのどてっぱら打ち明けたるで。危険な相手かもしれねえ。でも誰が相手だろう。全部私の守るべき人のために、フルアクセスイグニッション絶対に倒してみせる。
てきて。やられてたまるか。力を貸してくれた。みんながフレイヤの帰りを待ってるんだよ。だからこんなところで。絶対に諦めてなんだ。やるもんだ。これで終わりだ。